はい、どうも、靴ひもです。前でお教えいただき、ありがとうございます。ということで、本日、バズフィードのクイズ実況していくんですけれども、昨日の続きなんですけど、昨日あれ言ったじゃないですか。先日投稿した、ショート動画、西武園遊園地で撮った、怒られたら消しますの、みたらし団子食ってるやつ、食レポと称して、客観的事実を述べてるだけの男みたいな、そういう動画がさ、なんか伸びてるって話を、伸びそうって話をしたんですけど、なんかあの後順調に伸びてて、まあ嬉しい。あと、高評価っていうのかな、グッドボタン押してくださる方がちらほらいらっしゃって、もうほんまに嬉しいよね。こう YouTuber としての喜びって結局これだからね。これで誰が押したか分かんないじゃないですか。その Twitter のいいねとかって通知が行きますけど、その YouTube の高評価って通知いかないんで。いや、そういう設定なのかな、僕が。俺のとこに来てないんで、そういう通知はね。何個いいねが来たかだけ来てるんで。だからもう本当に何て言うのかな、ギブアンドテイクじゃないんで、一方的なラブのギブ。本当に嬉しい。だって、 Twitter いいね返しっていう概念があるじゃん。YouTube にはこの高評価返しなんてないからね。誰が高評価したか分かんないから。それ知ってくれてんの本当に嬉しいわ。ってことで、伸びて嬉しいし、いいねも嬉しいし、もう僕はもう実写を極めたい。極めるとは言ってない。ミラベルと魔法だらけの家を見るだけだなと、家が起こる。これ流行ってんの？映画ですかね。僕知らないんですけども。一番好きな脇役は、だから知らないんだよな。俺のディズニー？ 3D アニメって作るの大変って聞いたけど、どうなの？コーヒー好きな男の子 コーヒー好きな男の子よ。俺もコーヒー好きだけど、この年の頃にはコーヒー飲めなかったな。ルイーザの後ろで踊るロボたち、これでいいよ おもろいじゃん。秘密のブルーノの歌で一番心に残る歌詞は、背中じゃネズミだって、んって言われた魚すぐんだ。落ちるそのような、あの声、しーしーしー、人生の夢が叶うと彼に言われたわ。ふーい。ずっと夢見た人は、他の人を愛してる。これ悲しいやん。イサベラ彼氏だよ。何これ。 イサベラ彼氏だよね、これ。人生の夢が叶うと彼に言われたら、これいいじゃん。食べたら痩せる料理だとしたら、食べたら痩せる料理だとしたらどれ食べる？食べたら痩せる？僕ってこう見えてダイエットしてるんですよ。これを言うと、リアルの陳さんによく言われるのが、お前ダイエットする必要なくない？みたいな。言われるんだけど、まあ、それに対してね、ああだこうだというふうに言い返したところで意味がないので、母で返してますけど、母？ミッキーばりにな。まあ、太ってから痩せるよりも、太らないようにしておく。まあ、その痩せるためのダイエットじゃなくて、太らないためのダイエット。まあ、減量じゃないってことだから。まあ、少しでも無駄があるだろうから、それを削ぐっていう意味では、まあダイエット、減量ではあるけど、そういう意味のダイエットなんだけど、なんで理解してくんないんだろうね。愚痴になっちゃった、ただの。エンパナーダ。何これ、うまそう。肉や野菜を詰めて焼いたパン。パンなの？え？これパン？マジで？唐揚げに見える。ね、お稲荷さんに見えた。タコス、あ、聞いたことある。ケーキ、あ、ケーキうまそう。ピザ、あ、いいね。アレッパ、トウモロコシのパン。いや、これはちょっとな。がっつりいきたいね。ケーキもいいけど、でも、やっぱピザかな。ピザうまいよな。自分に足りないと感じるものは？ YouTube の再生回数。まあ、あえて言うんだったら、まあ、忍耐力だろうね。こう編集とか企画とかさ、撮影とかもっと一生懸命やんだけど、思うんだけどね。やっぱりいろいろな、ね、壁がそこにあるじゃないですか、ハードルが。まあ、予算もそうだけど、まあね、一人でやってるわけじゃないんだよね。一緒に撮影してくださってるお方様もいらっしゃる中で、あ、来週行くぞ。あ、お前来週も行くぞ、ほら。あ、来週もな、とちょっと言いづらいじゃないですか。だって、ただでさ、今ね、某ウイルスがまだまだ猛威を振るってる中だから、誘いたくても誘えないし、誘わないしな。感染防止の方が圧倒的に大事だからね。っていうので、あれだから、今はとりあえず耐える期間、忍耐力。ちょっと話が、無理やり感があるか。今日の気分に合ったキャラクターの表情は？ちょっと今日再生じゃない。編集大変なんで。こんな感じ、左の。編集大変やわーって感じ。いらない能力は？いらない能力なんだ。
他人の考えが自然に来る。これいらん。これいらんよ。うん。知ってどうすんのって感じですね。魔法だらけの家に自分の部屋があったら内装どれがいい？何何？自分の部屋の内装？これ内装かよ。やっぱこれ左のなんか豪邸っぽいやつ。マジカルな香りがしそうなキャンドルはどれ？マジカルな香りって何？あー、あれか、アロマっていうの、こういうの知らんけど。マジカルな、マジカルだろ。マジカルな香りってどんな？ブラックチェリーメロローにしよう。メロロー。うー、あなたはドロレスとペーパーの性格を併せ持った人、感情的になることが多いタイプは、情熱的な性格の持ち主と言えるでしょう。人の噂話が大好き。ほん。おー。な、全然悪いことではありませんよというフォローをね、してくださってると。まあ、性格に優劣なんかないから。うん。ちょっと今いいこと言った。個性だからね。はい。ってことで、靴紐は、ドロレスとペパのハーフであると。はい。最後のご視聴いただき、ありがとうございました。では。